流体機械、タービン蒸気タービン用水用風力、タービンタービンとは、流体が持っているエネルギーを有用な機械的動力に変換する回転式の原動機の総称。水、蒸気、ガス、空気その他の流体の流れによって、ホイールやローターとベーンとが組み合わされたものが回転し、連続的にパワーを生み出す機械のこと。回転体の周りに、数枚、数百枚程度の羽根。 翼がついたものに蒸気やガスなどの様々な流体を当けることで高速回転させる。抽象的に言えば流体の運動エネルギーを機械的な回転運動へと変換する装置だとも言えよう。タービンは流体機械の一種であるがピストンモーターの往復運動をクランクシャフトで回転運動に変換するタイプの流体機械とは異なり流体の運動を 直接的に回転運動に変換する回転機である。タービンという表現はギリシア語のタウローベータイータ,タイブ、ラテン語のターバ、ターボ、かき乱し、乱流、渦といったような意味の言葉が語源。合成語中ではターボとなる。なお、作動させるための流体は、基本的に液体や機体だが、超臨界流体で動くものもある。こと自動車用エンジン、とりわけ、 チューニングカーの話題において、タービンという言葉が出てきた場合は、ターボチャージャー足全体のことを指している場合が多々、あり、より高出力を狙えるターボチャージャーにアップグレードすることをタービン交換などと言ったりする。水車もタービンの一種である。写真は、ノルウェーの製材用水車。流水の当て方によってはかなり大きな動力が得られる。ありがとうございます。